Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day. ニーノとチカママのデリシャスビューティー。この番組はメイクとフードでより美しくをコンセプトに、輝きたいあなたに楽しい時間をお届けいたします。こんばんは、ニーノです。こんばんは、チカママです。チカママ、なんかどうしたの？あの、狼少年じゃないけど声が変。それはね、うん、お前にいい声を聞かせたいからなんだよ。いい声とは思わないんだけど。おかしいな、なんでやろ。ですね、まあ、今夜も本当にニーノとチカママのデリシャスビューティー、このような感じであれという状態で始まったんですけど、皆さんにちょっとお断りがあります。今日チカママお休みなんです。なんと。そうなんです。もうこれで半分ぐらい消されましたね、ラジオね。ほんまや ね、半分やったら私まだ救われんねんけど。ほとんどって消されたらどうしよう。いや、そこはまあまあね、ニーノさん全然大丈夫。何言ってるんですか。でね、今日はね、はい、私一人では大変身が重い番組なので、ショーキーさんにこのようにお手伝いを願っておりますので、はい、よろしくお願いします。完全に僕ではもうね、役立たずですけれども。いや大丈夫です。あ、そうですか、はい、頑張ってみます。まあ、ただね、チカママのね、コロ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 した鈴の鳴るような声をね、期待している人にはちょっと申し訳ない。寝る前に少しね、はい、我慢をしていただきたいと思います。ほんまですよ。ほんま我慢してください。人生我慢も大事です。まあ、そうですね、最近ね、いつもこのオープニングでね、はい、チカママと私と、まあ、最近の話をよくするんですけど、うん、前回、ね、ギタオケというのをね、あ、そうですね、やりましたね、させていただいたんですけど、はい、ショーキーさんのギターに合わせて、はい、そこに参加される方々が、はい、お好きな曲をリクエストして、はい、そして生演奏で、そうなんですよ、カラオケが歌えるという、そうそうそう、はい、ちょっとそういうね、はい、楽しいイベントを開催したんですよね。大抵ね、まあ、フォークソングとか、うん、最近の J-POP とか、ね、でもバラード系を歌う方が多いんですが、うん、約1名派手なロックを歌った方がいましたけどね。派手なロックですか。シャウトしてましたけどね。え、誰かそんな人おりました。いたんですね、それがね。あ、ほんまですか。はい、よくよく見覚えのある方が。そうなんや。2で始まってノーで終わる方なんですけど。あ、そうですね、もう話を聞いておられる方は何のことかさっぱりわからないと思うんですけど、はい、私もね、ここの番組も含めて、フリーステップレコードというところで活動もさせていただいてるんですけど、はい、今まで結構バラード系だったり、ね、そうですね、どっちかといえばね、ポップ系もね、軽いノリのものが多かったですね、はい、多かったですよね、はい、うん、ちょっとね、初めてなんですけどもね、はい、何を血迷ったんですか。え、もともと好きなんです。あ、そうなんですか。元々あら、まあ、なんと実は何を歌ったかというと、はい、スーパーフライですね。ねえ、びっくりしましたよ。ハードゥアサバイバル。ちょっとショーケさんが目がちっちゃいのがまっと大きくなりましたね。あれ、ちょっと眠気が吹っ飛びました、ね、あ、本当ですか。あれね、何が大変っていつも、まあ、一応ね、その歌詞というかネットで探して、歌詞とコード進行見ながら弾くんですけど、早口じゃないですか、あの人の早口です。だからね、追いついていかないんですよね。なるほど。目で追っていったらもう全然こうページを送っていかないと。ああ、そっかそっか。しかも弾きながらだから、そうそうそう、手離せないですよね。そうなんですよ。もうちょっと様子見したらもうどこ行ってるかわからないというね。でね、はい、本当にもうぶつけ本番なんで、ね、はい、初めてね、私も正気さんのその演奏で歌わせてもらったんですけど、はい、テンポがね、わからなかったですよね。わからなかったですね。なんかすんごいほんまにめちゃ早口の歌になりました、ね、なりましたね。途中からちょっとだんだん落ち着いてきたんですけど ね、まあ、ありがちなことですよ。そうですよね、はい、まあ、でもね、私の友達もちょっとそこに初めて参加をしてくださったんですけど、はい、なんかね、あれ以来ね、楽しくってね、ほう、
あの今度またね、はい、参加したい。しかも友達も誘ってるって言ってました。おお、なんとバンド熱がいいでしょう。あらあら大変だ、うん、で今日も実は本当に今日のね収録の本当に今日の日なんですけど、はい、練習をすると。おお、もう本気じゃないですか。うん、なんかそんなん言ってます。完全に家族を泣かせるパターンじゃないですか。まあでもね本当にすごい、あの正木さん何でも本当にその時に言ったら弾いていただけるんで、はい、あのそういう意味ではあのカラオケで歌うとは全く違う。皆さんの前でマイクを持ってね立って歌うので、うん、ステージで歌ってるような気分の良さはありますよね、はい、ちょっとこう気持ちも変わるでしょ歌ってて。変わります ね、あのたくさんの方にねやっぱりそういう体験をやっぱりしていただきたいんで、はい、また機会があったらね、はい、あのご案内もさせていただきたいと思います。ぜひぜひ。はい、はい、美しくなりたい女性を美しく、美しい方はさらに美しく、お肌に触れずにメイクができる次世代ファンデーションハリウッドエアー。メイク崩れからシミ、そばかすまでハリウッドエアーはあなたのお肌の問題をすべて解決します。自然なメイクを実現するお肌に負担の少ないファンデーションハリウッドエアーで、あなたはさらに美しく。詳しくはハリウッドエアー大阪で検索を。のコーナーになります。今日も、池田麻子さんのカラーセラピーという本を題材に、進めさせていただきます。まず今日のゲストの方に12色のカラー、ピンク、ターコイズ、イエロー、パープル、グリーン、レッド、ブルー、オレンジ、イエロー、グリーン、ベージュ、ブラウン、ホワイト、この中から、気になるカラーを2色選んでいただきます。今日のゲストさん、坂本さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。まずですね、この12色の中から一番気になるカラーって何ですか？イエローグリーンですね。おー、爽やかなイエローグリーンですね。はい。じゃあ2番目は？2番目はね、ピンクかな。お、ピンク。今度はちょっと女性らしいカラーを選ばれましたね。はい。まずですね、一番最初に選んでいただいたカラー、意味があるんですね、それぞれに。まずライフカラーと呼んでおります。これはあなたの過去を表すカラーとなっております。そして2番目、これはシークレットカラーと言いまして、あなたの本心を表す色というふうに位置づけされております。ではまずイエローグリーン、これですね、過去、これはね、あのね、なんだろう、変化のない毎日ってすごいつまんないって思ってたって。思ってました。あ、そうなんだ、はい、なんか新しいものに関してはちょっと取り入れたいなっていう意欲が強いっていう風な感じですね、うん、ということは、過去から今までに対しての何かそのされておられる変化っていうのがどんどんあったということですね、うん、すごくあったんですね。ありました。ここに、はい、大きくありました。大きくありました。はい、これはまた後ほどゆっくりね、はい、お話聞きたいと思うんですけれども、はい、とっても本当にアンテナが広いっていうのはいいことですね。で、一つだけ気をつけていただきたいということがあります。どんなものでもプラスの面マイナス面があるんですけど、あまり手を伸ばしすぎると器用貧乏になってしまうっていうことですね、うん、なんかやっぱり吟味することも大事だということなんで、きっとでも吟味されて今の坂本さんがあると思います。そして2番目のカラーですね、ピンク、はい、これはですね、見返りを求めない、そして愛情を相手に奉仕する、うん、っていうことができる状態になっているということですね。わお、わお、わお。で、まあ、ピンクっていうのはもともと恋愛とか愛というね、もう象徴される言葉にね、表されるものなんですが、やはり惜しみなく相手に与えれば何倍にもなって帰ってきますっていうことですよね。嬉しいですね。多分そういうふうなことをされていらっしゃるんだとは思います。はい、はい、で、実はこの後に、ピンクもしくは、イエローグリーンの食べ物の話になるんですけども、はい、正木さん、はい、食べ物の話できる？食べ物の話ならかろうじて。お、やった。じゃあイエローグリーンかピンク、はい、で何か想像する食べ物ってありますか？イエローグリーンって言ったら、いや黄緑ですよね。そんなベタに、いや一瞬悩むじゃないですか。イエローグリーンな、どんな色やろうって黄緑だよね、いわゆる。セ
ロリみたいな色ですか。ああ、なんとなくセロリ。はい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 。今のからの野菜ですよね。うん、そうです、夏の野菜ですね。はい、うんうんうん、なんかそう独特な臭みがあるんですけど、うん、あれが美味しいんですよ、ね、分かります。昔嫌いだったんですけど、うん、もう今大好きです。私も大好きです。もうセロリスティックもう、はい、大きいの売ってるじゃないですか。 あれ一本ブチ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 っと切ってもうずっとバリ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 食べる。いいですよね。はい。さあ、翔輝さん、栄養素について何か言いますか。言えるわけじゃないじゃないですか。何言ってるんですか。ちょっと期待して言ってみたいけど無理ですね。またね、やっぱり直ママがいないとそこの部分はね、私たちは、はい、全くフォローができないですね。はい、なので今日のカラーのコーナー、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ニーノと直ママのデリシャスビューティコーナーです、シンプリーディング代表でいらっしゃいます坂本真由美さんです。ようこそいらっしゃいました。こんにちは。こんにちは。夜なのでこんばんは。夜ですね。はい、こんばんは。はい、坂本さんとはね、はい、ちょっとした交流会なんかで 2,3 度ちょっと会って。そうですね。なんかいつも席が近いんですよね。そうなんです、うん、向かい合わせとかね。そうなんです。でね、なんかちょっと意気投合して、はい、もう私がすぐに誘ってしまったの。ゲストとして来てくださいって。そうですね、ありがとうございます。で今日もねランチをしながらいろんな話をしていただいたんですけど、はい、すごく深い話が出てきたんで、ちょっと今日聞いていただいてる方は本当にへーと思っていただく方もたくさんあると思いますね。まず、坂本さん、今の活動主にされている内容を説明していただけますか。はい、現在はですね講師業が主なんですけれども、はい、大きな柱っていうのは3つありまして、はい、1つは幸せを呼ぶ生理コンサルタントとしてガラクタ生理術というのを教えています。それが1つ、はい、でもう1つはマクロビューティックって聞かれたことありますか。食べ物の方、はい、お食事の仕方、ね、まあ、バランスの取り方なんですけれども、はい、そのマクロビューティックの講師と、あともう一つは、まあ、歌を普段、歌ってましてゴスペルという音楽をやってるんですけれども、うん、はい、そのゴスペル教えてはいないんですけれど、ライブで得たいろんな経験というのを実は同じような整理術に絡めてお話をするということをしています、うんうんうん、なるほどね、はい、主にやはり今中心になっていらっしゃるのが講師業ということで、はいはい、まあ、たまたま私の方も習わせていただいた学校が同じだったというところのご講師をされていらっしゃいますね。はい、そうです。で、まずこの幸せを呼ぶガラクタ整理術、はい、これがとっても気になるんです。はい、一番苦手な分野ですね、僕も。苦手ですか。男の男は大体苦手ですよね。ガラクタ置くの好きですから、ね、ちょっとそこのね、心理的なものというお話をね、実はね、していただきたい。はい、もともときっかけから少しお話ししたらいいですか。そうですね、はい、私ね、もともとはベースは看護師という仕事をしています、はい、していますというか今も少しだけしてるんですけれども、実は20年しっかり看護師の仕事だけをしていた時に、はい、患者様が入院してくる時に持ってくる荷物、入院とかされたことありますか。あります、あります、はい、あります。病院って、はい、何を何枚持ってきてくださいっていう書き方はせずに、例えばパジャマとタオルと何とってこう持ってきてほしいものだけ書いてますよね、はいはい、そうすると人によっては荷物がすごく少ない人、はい、人によってはすごく多い人、はい、でこの2パターンにきれいに分かれるというところにちょっとなんとなく目がいったんですね、はいはい、そうすると患者様の今病院というのはやっぱり入院期間というのが決まってるんです、はいはい、病気によって、はい、そうですね、はい、でその期間を待たずして退院していく人、うん、退院していける人と、うんうん、その期間を超えてでも入院しないといけないような状況になる人の2パターンがいることにも気づいたんです、はい、まあ、同じ病名で同じ年齢で、同じ手術日なのに同じで、何が違うかっていうと、荷物が少ない人は入院期間が短い、荷物が多い人は入院期間が長いというところに自分が気がついて、あ、これはおそらくその人の何かを物に表れてるんじゃないかなと疑問を持ったところから、こういう整理術というのに興味を持ったところです。面白いですね。これは看護師ならではの着目点ですよね、はい、そうですね、そうですね、はい、
でそこに結局普段のその方のいろんな、はいものに対してであるだとか、うん、人に対してであるだとか、うん、っていう関わり方がこう潜んでいるというところ。そうです、内面が全部物に出てます。出ますねきっとね。そうでしょうね。出ますよね、はい、きっとね。それを、まあ、言ったらこのガラクタ整理術っていうところに結びつけるっていうのが、はい、お話をしてて気がついたのが、はい、やはり手放すっていうことがね、実はキーワードなんですよ。さあそこですよ。そこですよ。何ですか。さあそこですよ。え、思い当たることがあるんですか。なかなかね。いや、やっぱり男性と女性で違うでしょ、それもね、きっと。違いますね。ねはい、明らかに違います。やっぱり違います。まず男性と女性と何が違いますか。私が今までこの3年ぐらいやっぱりお伝えしたりとか教えたりしてるんですけれども、はい、実はね、物を持って手放せないのはなんか女性の方が手放せないようなイメージじゃないですか。ありますね、なんとなく、でもね、よくよく聞いてみると男性の方が物持ちはいいんですよ。でも物持ちがいいんですけれども、こういったことをきちんと理解をすると、はい、手放すのが早いのは絶対男性なんですね。なぜかというと、女性はもしかしたら何か将来起こるかもしれないって、その例えば子供を守らないといけないとか、家を守らないといけないとか、そのもともと持ってる母性というのがすごく強いので、女性の方が自分には関係ないんだけど、家のために、子供のために、ご主人のために持っといた方がいいとなると、手放せない人がすごく多い。いろんなために防止のためになんかこう持っておいた方がいいっていう、なんかそんな判断な、音があまり役立つ立たない関係ないですもんね。そうなんです。その通り。役立つ立たない関係ない。そんなことどうでもいいんですよ。え、何、好き嫌い、好き嫌いとか、なんかまあ好き嫌いもあるし、そのなんか思い出の品だと思うともう捨てれないですよね、何か。なんかね、誰かにもらった、ちっちゃい頃誰かにもらったとか、なんかこう苦労した時に買ったとか、手に入れの苦労したとかってなると、もうガラクタでも捨てれないですよね。捨てれない。なるほど。そこに思い入れがあるんや。そうそうそう。自分の人生がそこに入ってるんや。それは時々それを見るのが楽しいんですよね。なるほど。ちょっとこうワクワクしたりするんですよね。そうそうそう。ああ、これが買った時穴があったな、みたいなことが。あ、じゃあちょっと振り返ったりするのも男性は楽しいんですか。そうそう。なるほど、うん、でもね、さっきおっしゃってたなんかね、ガラクタっていうのは一応私の中で定義をつけてて、お役目、その人にとってお役目が終わったものとか出来事とか、はい、人間関係は全てガラクタと私定義付けてるんです。それから言うと、はい、さっきおっしゃってた、例えばこう思い入れのあるものとか、見るだけでワクワクしたりとか、その時のものが蘇ってきて自分が幸せになるっていうのは役目が終わっていないということなんですね。なるほど。手放す必要がない。必要がないんです、ね、その周りから見て明らかにガラクタやんって思っても、そうです。おかんはそれを捨てるんですよ。そうですよね。捨てるからまたね、喧嘩になったりするんですよね。そうですよ、ほんまにね。そうなんです。そうか、だから他人から見たらガラクタなんですね。でも自分にとっては思い出の品なんですね。はい、なるほどね、うん、そういう手放すというキーワードは男性と女性と違う、うん、でもやはり共通とするところもあるんですよね。そうですね、今言ったそのガラクタっていう定義に当てはめるとすると、実は男性も女性も関係なくて、はい、その人にとってとにかくもう役目が終わったものをガラクタと定義するとすれば、うん、それ以外のものは手に持っといていいよということなので、すべ、うん、て捨てなさいというのをお伝えしているわけじゃないんです。ないですね。まあ、一つ言うと、ヨレヨレの T シャツでも自分が着心地が良くて安心できるんであれば、周りからそれはちょっとと思われても、自分が居心地がいいんだから、それは持っといてくださいって言うんですよ。なるほど、はい、そうするとですね、その整理をするという意味で、はい、考え方として必要のないものっていうのは、ざっくり言うとどういうふうなものになるんですか。例えばですね、今使わないものがまず一つ、今使わないものが一つ、はい、見て、例えば悲しくなるとか辛くなるそういう思い出を蘇らせるようなもの、ね、あります。しろけさん、なあなさそうな感じですけど、今のなあでないなっていうのは伝わりましたね。はい、なさそうです。ありがとうございます。はい、まあそうですね、はい、はい、とにかくね、過去に執着するようなものっていうのは実はもう手放した方がいいですね、うん、自分ね、さっき言った辛い思い出とか、うんうん、で足かせになりますので、うん、何か進もうとする時の、そうですね、その足かせになるものでがんじがらめで動けない、そうなんです、気持ちがそこに向いてるのに、うん、いざ行動に移せない、はい、ですね、はい、あ、なるほど。
ね、この手放すというところから、はい、実はこのマクロビオティックもつながっている、はい、ということなんですね。そうなんです。私ね、実はこの整理術を教えるときに、物を整理するっていうのはイギリス人の女性のカレン・キングストンっていう女性の、はい、ガラクタ捨てれば自分が見えるっていうちっちゃな本に出会ったことがまずはきっかけなんですけれども、はいはい、実はそれだけではなくて、彼女の本にも、はい、例えば体の中の整理をするには、例えば腸をきれいにした方がいいとか、まあ、いろいろ書いてあるんですけど、はい、じゃあそれをするには実際どうしたらいいのかってなった時に、実はマクロビオティックってお食事の取り方があるっていうのに出会うわけなんですね、はい、でそうするとマクロビオティックって食べたらダメなものは一つもなくて、はい、バランスよく食べれば体にとってはその食べ物に善とか悪はないよということと、はいはい、そのバランスを陰陽で取るんですけども、はい、取ることで実は太りにくい体であるとか、はい、中に溜まった悪いものを出す力であるとか、例えばがんの治療中の方だと抗がん剤とかしてる人の抗がん剤のいらない部分だけを外に出してあげるとか、はい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 、そのお手伝いがマクロビオティックの食べ物の食べ方を知ると実はできるんだというのを知った時に、そのさっき言ったものだけではなくて体のガラクタを手放す方法として、はい、マクロビオティックというのをお伝えするのはいいんじゃないかということでマクロビオティックも学びました。要するに本当に手放すというところのキーワード、必要なもの、そして必要でないものをちゃんと自分の目で確かめて、はい、見定めて、ね、整理するというところなんですね、はい、なんか全てそこにつながってくるんですね、その真由美さんの活動というのは。そうなんです。今こんだけ情報がやっぱりあるので、それをね、入れないでくださいというのはなかなかできないですね、そうすると入ってきたものを、いらないものを手放すというのをまずしないと、はい、せっかく入ってきたいいものもなかなかこう上手に自分の中で咀嚼できなかったりするので、まずは溜まったものを何でも手放しましょうよ、人間関係にも至るまでということで、出口をテーマにして活動をしています。まずこのマクロビオティックに関しては、はい、まあ、お食事の方法ですから、はい、即実践できますよね。できますね。そしてこのガラクタ整理術っていうことに関してなんですけど、はい、これは例えば、自分の持っているもの、まあ、お洋服とかいろんなものがあるんですけど、何かその時その時の、何でしょう、ポイントになるような何かそういうものをお伝えするんですか？いろんなやり方があるんですけども、そうなんです。実は女性は特にそうなんですけど、まあ、手放せないものの代表は服なんですね。服です。そうなんですよ。やっぱりね、女性なんです。女性は男性はね、実は CD だったり DVD だったり、あ、そうです、そういうことです。本とかね、そうですね、本とかね、やっぱりそうなってくるんですけど、その例えば分かりやすい服すら手放せないということは、その服に思い入れがあったり、例えば痩せてた時に着てた服とか、はいはい、これから痩せるから痩せた時に着ようと思ってる服とかを持ってる人多いんですね。多いですね。でもそういう人って大にして痩せてないんですよね。痩せてないんですよね。悲しい話ですね、はい、でそうするとなんで捨てれないのかっていうところを聞いていくと、高かったからとか、例えばそうですね、なんか物がやっぱり少なくなるとちょっと不安になるとか、ワードローブがいっぱいの方がなんとなく幸せであるとか、やっぱりもったいないとか捨てるのが、でそうすると私の中ではそういったものでも手放したいと思ってるのに手放せない人が多いので、そういう手放せないものを毎月こう決めて、今月はお洋服、次は本とかいう形で定期的に手放す会という会も開催してます、それ面白いですね、はい、何もかもこうざっくりすると、本当に物に溢れてる人っていうのはどこから手をつけていいかわからない。整理と一緒ですよね、何をこれ手つけようって思いますよね、まずそこですよ ね、 すね。だから一つ一つ、ポイントとなる場所をちっちゃい、テーマを決めてというか、そうですよね、するとやりやすいということなんですね、はい、面白い。でね、私が実は気になったのがね、看護師、これを20年間されてた、多分ね、何もかもこれがベースになっておられると思うんですよ、真由美さんのね、そうですね。でね、はい、この看護師されている20年間、はい、結構面白いことがあったらしいんですよ、はいはいはい、主に、あ、看護師さんって何かとか関係ないんですか？そうですね、全体的に全部学ぶので、はい、自分の行ったかのところをまたその病院で勉強するみたいな感じなんですけどね。なるほど。もともといた病院が救急の病院だったんですね。大変じゃないですか。それがね、まあ、若い時ですから、はい、若い時はこうやってね、例えば病気にならないような方法をお伝えするというよりも、病気になった人にどういう治療をするかにすごく興味があるわけなんですね。そうするとちょっとこう若い時は急変した患者様に対応するのがなんとなく看護師の役割みたいになってしまうので、まあ、いろんな患者様が救急車では来るんですよ、はいはい、本当にね、まあ、ちょっとあまりお話できないような人も やってください、来るんですよね夜の番組ですもんね大丈夫です本当に、はい、
ちょうどね私が若い時ってあのあれが流行ったんです、ね、番組言ったらいいのか、はい、ネルトンベリークジラ団とか、トンネルズのね、そうするとお互いここになんかこうハートのマークの中に自分の名前とか呼んでほしいニックネームとか書いた人たちが、例えば救急車で運ばれてきました、はい、そうこうやって救急車開くじゃないですか、はい、そうすると患者様を一人やからストレッチャーってあの動くベッドみたいに寝てはるんですよ、はい、その人を出した後に残ってるカップルが 5,6 人いたんですけどね、うん、全員キスして降りてこないとか、なんで救急車の中で、なんでそれ、おかしいでしょ、おかしいでしょ、救急車の中で降りてこない、はい、チューするというかキスしてね、そんなんとか、5,6 人がいてて、それみんなカップルなの中で、あのね、それもね、だってほら今日おたばっかりでしょ、みんなハートマークつけてるからね、だから決して彼氏彼女じゃないんですよ、だから酔っ払って結局泥酔してて急性のアルコール中毒で一人が運ばれてきて、なるほど、危ないよということで運ばれてきて、じゃあ周りも全員酔っ払ってるんで、周りも酔っ払って、救急車の中で、はい、まあ、要するにどんちゃん騒ぎですよね、うん、そうですね、ご迷惑な話ですけど、そういうこうタクシー代わりみたいな、そうなんですよまあご迷惑な話ですけど今ではあまりないんですけど、昔はそんな多かったですね、浮かれてた時期だったんですよね、そうなんですね、バブルの ね前世紀でしたから、ね、あとなんか面白い話ありますか？いろいろあるんですけどね、本当に話をしていいのかなあ、なんかこう有名人もやっぱり来られるんじゃないですか？多かったです。あ、そうですか。吉本の芸人さんとかも多くて、あ、名前をお伝えしていいかな、あの桑原和夫さんってご存知ですかね。あ、ごめんなさい、あ、そうそうそう、はい、そうすると彼のキャラクターってあるでしょ、カツラかぶっておばあちゃんのやつとか、あのままで降りてきたりとかね、救急車で運ばれたりとか、あの人ちょっと肋骨とかね、仕事中に、はい、要するになんか怪我されたりとか具合悪くなるんですよね、なるんです、そのまんまなんです、来るんです、もうね、笑ったらあかんと思うんですけど、ね、開けた瞬間、うわ笑ったらあかんと思うけど、笑ってしまいますよね、本当ですよねまあでも本当にそういうね、いろんな体験をされていらっしゃる、そうですね、あと、まあ、その講師の、はい、件ですね、はい、いっぱいあるんで、次から次へとこうね、いろんな会っていうのも、はい、開催されていらっしゃるの で、はい、ちょっとこの後にね、はい、そこの部分も皆さんにお伝えしていただきたいと思います、はい、はい、ですね、まゆみさんの幸せを呼ぶガラクタ整理術、これは定期的に開催されてるそうですね。あ、そうですね、はい、一つはですね、はい、ヒューマンアカデミーのカルチャースクール茨城校、はい、場所はアルプラザ茨城という中で、はい、第2第4火曜日10時半から11時半1時間でやっております。はい、こちらの価格の方は、はい、ですね、月2回で4200円なんですが、あ、安いですね。そうですね、まあ、入会金とかちょっと必要になるんですけども、はい、今ちょっとお得な何かやってるようですので、なるほど、はい、それはじゃあ、はい、アカデミーのフィルムアカデミーの方にお問い合わせいただくのが一番よろしいですね。そうですね、番号だけ申し上げましょうか。はい、はい、0120-37-2459 ですね、こちらまでお問い合わせください。はい、はい、そしてもう一つ、はい、もう一つは先ほどお話しした定期的に開催している手放す会、これは本町のオーガニックキッチンレコッコレというお店で、だいたい第4土曜日に開催をしております。はい、次回は6月22日土曜日の3時から4時、こちらもお問い合わせ、お店の方は 06-6245-5556 もしくは私のメールアドレスまでお知らせくださいませ。はい、こちらの方の価格は、はい、これはですね、1回3000円になりまして、はい、オーガニックケーキとお茶がついています。はい、これもお得ですね。そうですね、そうしましたら、まゆみさんの方のメールアドレス、はい、こちらの方も、今紹介していただいて大丈夫ですか？はい、はい、承知しました、はい、よろしいでしょうか？はい、ですね、 SIM ですね、 SIMPLEADING ですね、これを、シンプルとリーディング合わせてシンプリーディングと呼んでるんですが、アットマーク、dream.com dream.com ですね、はい、はい、何
何か検索するキーワードっていうのはありますか？はい、もうカタカナでシンプリーディングと入れていただくと、はい、一番に上がってきますので大丈夫ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ではちょっとニーナの方からもう一つ告知をさせていただきます。6月の26日から7月の2日まで、大丸梅田店ね、定期的に行っておりますハリウッドエアーの、体験イベント販売会を行います。場所は2階コスメフロアのイベントスペースとなっておりますので、また皆さんに来てください。今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。しゅうけさんもありがとうございました。いえいえいえ、はい、じゃあ皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。